今回はプラ板を使ってメガサイズガンダムの格納庫を製作しました。 LED ライトを活用して今まで製作した作品の中で最もリアルでかっこいい仕上がりを目指しました。ぜひ最後までお付き合いくださいね。こんにちは、僕のプラモデル日記です。前回は成型色製作、いわゆる簡単フィニッシュという技法を使ってかっこいいメガサイズガンダムを作りました。セール品の自由研究セットを見てガンダムをさらにかっこよくする方法を思いついたので早速試してみます。果たしてどんな仕上がりになるのでしょうか。それでは早速見てみましょう。タミヤのプラ板とプラ棒を使って作業用の足場を作ります。単調な仕上がりにならないように階段を追加して変化を加えます。基礎が完成しましたが、このままでは貧弱な足場にしか見えません。ホームセンターに売ってあるアルミ製の網を活用して精密さと重厚感を演出します。適度な大きさにカットしたらセメダイン、超強力接着剤と瞬着効果スプレーを使ってペタペタ貼り付けます。ロボットアームのワニ口は必要ないので取り外しましょう。練り消しを使って足場とロボットアームを仮組みします。作りたかったのは解体ショー機のようなモビルスーツを囲う足場です。足場のイメージが固まったのでディスプレイ用の台座を作ります。プラ板をカットして四角い台座を製作。しかしこれだけでは味気ないので情報量を追加することにしました。気になって買っておいた工業地帯のジオラマセットが役に立ちそうです。これをペタペタ貼り付ければ作業用の台座っぽく見えるはずです。ここまで作ると今度は屋根や壁が欲しくなります。タミヤのプラ板では大きさが足りないのでホームセンターに売ってあるアクリルの板を活用します。工場や建築途中の建物を参考にして骨組みを追加します。0.5 ミリのプラ板に機械的な模様を描きデザインナイフでカットします。丸型プラ棒を並べて工業用配管のようなものを作り、先ほど作ったプラ板をかぶせます。壁のイメージが固まりました。一気に格納庫っぽくなりましたね。メモリ付きプラプレートを活用して再び機械的な模様を描きます。複雑で難しそうに見えますが 0.5 ミリ程度の厚みならデザインナイフで簡単に切り出すことができます。今度は先ほど作ったものよりも少し複雑な模様に切り出しました。配管と配管をつなぎ合わせるためのソケットは棒やすりを使って丸く整えます。構造は先ほど作ったものと全く同じですが、少し手間を加えるだけで全く違った表情になります。壁のイメージが固まったので次は天井を作ります。今回は LED ライトを使うので LED を仕込むための箱を作ります。箱組みが終わったら内部に両面テープを貼ってアルミホイルを貼り付けます。これが反射板の役割を果たし光量を増幅させることができます。今回はホームセンターに売ってあるものを多用しています。こちらの LED もホームセンターに売ってありました。口が USB になっているのがいいですね。 LED の裏側には標準で 3M 製の強力粘着テープが貼ってあります。箱組みが完了したら今まで作ったものと組み合わせてみましょう。
なかなかいい仕上がりです。もう少し情報量を追加してみましょう。解体正規風の足場とは別に、さらにもう2つ足場を作りました。ガンダムファクトリー横浜風の足場に仕上げました。今回作ったものを全て組み合わせてみます。塗装を行います。下地にガイア、サーフェイサーエボを吹き付けます。一つ一つのパーツが大きいので地味に大変です。筆を使って部分塗装も行います。サーフェイサーの上からだと筆塗りでも発色が良く、筆ムラもできにくいです。モビルスーツを乗せる台座は情報量が乏しく、のっぺりしています。グレー、ニュートラルグレーに塗ったプラ板を作り、表情を追加しました。ロボットアームは無改造でも、グレーとニュートラルグレーの2色ゼータプラスカラーで塗るとガンダムっぽくなります。金属ネジは見栄えが悪いので、ことぶき屋のモデリングサポートグッズで目隠しします。キャラクターイエローで仕上げるパーツには発色を良くするために下地にピンクサフを吹き付けました。解体正規風の足場に接着すれば簡易的な手すりの完成です。壁などの大きなパーツは手持ちのエアブラシでは作業が大変です。缶スプレータイプのサーフェイサーを使います。缶スプレーの方が短時間でサフを吹き付けることができます。パイプ類はハーマンレッドで仕上げます。ここも発色を良くするために下地にピンクサフを吹き付けました。こちらもホームセンターで購入しました。艶消し仕上げで光の反射率が低いので動画撮影にはぴったりです。これを本来黒く塗る予定だった部分に貼り付けます。作業時間も短縮できて仕上がりも綺麗ですね。赤と黒は相性がいいので背面に配置したパイプがいい感じに主張しています。完成した部品を組み合わせていきましょう。墨入れはガンダムマーカーで行います。水性塗料なので塗料の刺激でプラ材を傷める心配もありません。塗装が完了しました。各パーツを組み立てましょう。裏打ち部分も艶消しテープを使って真っ黒に仕上げます。天井にはトラスフレームを使って重厚感とリアリティを演出。ガンダムはハードに汚しているので格納庫はきれいめに仕上げます。手すりはキャラクターイエローで統一しました。グレーの地味な色にキャラクターイエローとハーマンレッドが混ざり、明るい印象に仕上がりました。なかなか大変でしたが、これで全ての作業は終了です。仕上がりを見てみましょう。
最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ったらまた見に来てくださいね。それでは次の動画でまたお会いしましょう。